正方形の紙を半分に折ります。もう半分に折ります。開ける方を半分の印に合わせて折ります。中心のところからこの印に向かって折ると、ここに60度ができます。裏返して折ると、正確に六つ折りができています。これをさらに半分に折ります。そして雪の結晶の形を描いていきます。重ねたまま切ります。開きます。